お、なんかゲストが来てるみたいですね。あれ？なんだって？あのセリフを言いたい？わかりました！この方です！今日も相変わらずの無茶ぶりトスだな。お願いします！お願いします！めっちゃテンション高い。君に言われたくねえよ。こいつらめんどくせえ。めっちゃ手突っ込みたいところいろいろあったんだけど、とりあえずお願いしやすい言わなきゃって思って。ということで番組初ゲストです。はい、誠さん、ようこそいらっしゃいました。ようこそお邪魔します。すみません、初ゲスト呼んでいただいてありがとうございます。ねえ、光栄です。初ゲストがもう古川さんで本当よかった。本当に？いやだってもう僕らやもう前にも他のラジオでやってたので、やってた。ある程度こう気心が知れてるわけですよ。まあ本当にねそのラジオでも深い濃密な時間を過ごしていたわけですけど。あの僕はあんまり僕はぶった切らず。切るの？ぶった切ると。だってなんかここだけね面識深いと嫌でしょ？そう。僕はねあの古川さんとはそんな面識なかったんだけど、一回ね別の番組の打ち上げで。ありましたね。そうそう、一回会ったっきりで。そうなんですよ。そんなあまり仲良くない二人です。仲良くないよ。これから進行深めちゃった。待って待って。そういう印象操作やめて。まあまああまり今まで接点のあまりなかったお二人ですけども、今回まあラジオということで隣同士に座って、今後まあこう進行深めていけたらということでね、やっていきましょう。そうですね。で、まあその手始めとしてですね、はい、まあ僕ら今古川さんもびっくりされてると、あ、マコニャンもびっくりされてると思うんですけど、そこ？待ってあのマコニャンって何？これはまああのここの二人の絆の話なんでちょっとごめんなさい。やめよっかちょっとさ、いい時期になってかさ。いつさちょっと。まあでもなんかこのラジオ内でのコントネームみたいなの僕らもありまして、うんうん、僕はまあアイムさんにカイト君というカイト君、で普段。あゆむさんはあゆむさん。あゆむさん。あゆむさん。わかりました。あゆ。あゆ。そうだね。あゆむさんでいいですか？できれば、むーつけてほしい。わかりました。ごめんなさい。あゆむさんですね。あ、やったやったねえ、素直。じゃあ僕、あゆにしとこう。文句あげて。いや、もう、わーあーくそ、あーちょっと急だな、くそ、なんかめっちゃさちょっとド S に磨きかかってるよね、やばいね。でマコニャンはどうやって呼ばれたいですか？僕ですか？なんて呼びたいですか？マコ、あのさ、マコさんね、みんなにそういうこと言ってんの？みんなにそういうこと言ってる？おい、こいつこのラジオだけだよ。やだお前カイト。いや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 、このラジオだけですよ。そう。垂らしてんな。今日全速力ですね。なんか